よっすー、どうも皆様お疲れ様です。宮地と申します。年始に爆買いした福袋の中に入っていたシンクセンター、一番私の中での大当たりかなと思ってます。で、こちらのシンクセンターを使えるようにメンテナンス、いや元い魔改造みたいなことができればなと思ってます。まずこちらのですね、分解に関してはとても簡単で、背面部分のネジをとりあえず外しまして、側面パネルを前面部に押し込むとパカッと開きます。これは分解がしやすくてとてもいいですね。で、前面部の方を見ていただくとちょっと見づらいかと思うんですが、ホコリが結構溜まってました。で、 CPU ファンのところにも結構ぎっしりあったので、こちらの掃除の方をしていきたいと思います。コンパクトな PC の設計上、どうしても CPU を冷やすために多くの風が必要となってしまいます。そのためファンが多く回り、ホコリなどを多く拾ってしまうっていう現状がありますね。そしてその時に役立つのはこっちのエアコンプレッサーです。なんとアリエクスプレスで3000円で購入しました。 USB で給電ができ、バッテリー内蔵でコードレスなので、とても使い勝手がいいです。もちろんエアダスターとかでも問題ないかとは思うんですが、エアダスターの構造上どうしても連続して使うと冷えてしまい、風圧が出なくなってしまいます。なんとこちらのコンプレッサーであれば、特にそんなことを気にせずにできるのはメリットです。さらにコードレスで使い勝手もいい、ラーニングコストも安いなど、もう上げるとしたらメリットしかないです。去年の工具で買った中では一番いいもの買い物だったかもしれません。そうしましたらファンの方を分解していきます。で、エアラスターで吹いてみたんですが、どうしてもこびりついてるものは取りませんでした。なのでこちらの方を分解していきたいと思います。4つのネジを取り外しますと、こちらの中身の方が開きます。で、細かいところは歯ブラシの方でやっていきたいと思います。なかなか取れないところもありましたので、アルコールのウェットティッシュなどで濡らしてみたりしました。で、元に戻しましたら、あとはヒートシンクですね。1,2,3と番号はあるんですが、これは取り付け順となっておりまして、分解する差は大きい順ですね。なので3,2,1と分解していきます。はい、パカッと、これで取り外しができました。グリスは案の定カピカピ でヒートシンクにも結構ホコリがついてました。 CPU も綺麗になりましたが、メモリーのところが見当たりません。なんとこちら反対背面部のところはメモリーがアクセスできるみたいです。メモリーは DDR4 メモリーなんですが、ノート用のものです。デスクトップ PC というものじゃないので、そこだけ注意ですね。ついていたのはサムソンの 4GB でした。で、ちなみにこちらのところに M.2SSD も付けられる場所がありました。で、私が用意したのはメモリー2枚と、あと CPU です。こちらを乾燥していきたいと思います。まあ、このために買ったというか、まあ、セールで安くなってたものがあったので、ついつい買ってしまい、使う日がやっと来たってことですね。結構このシンクセンターも考えられていて、M.2SSD が付ける場所も空気穴がついておりました。で、CPU の感想です。もともとが7世代の i3 の T モデル、まあ、省電力版のものが付いてたんですが、今回付けるのは、世代自体は一つ下がるんですが、T もつかない通常モデルの Core i5 の6500です。本当ならば7世代の i7 つけたかったんですが、まあ、排熱も間に合うかどうかも不安ですし、まあ、手元になかったっていう現状ですね。で、CPU グリスは中央一点乗りしまして、ヒートシンクの方を取り付けていきます。これは逆の手順で、1,2,3と順に少しねじ回ししまして、最後の締めを1,2,3とまたやっていきます。素朴な疑問なんですけれども、魔改造って CPU 乾燥、メモリー増設したぐらいだと正直微妙なラインですよね。タイトル詐欺や内容詐欺って言われる可能性もあるんですが、ご了承ください。まあ、可能であれば、外付けの GPU をつけたりしたいんですよね。M.2 のつける場所があるので、そこから延長すれば可能ですかね。ちょっとわかる方いれば教えてください。今回初めてシンクセンターを触ってみて、こういった小柄な PC もいいなと思い始めました。最近だとデスクミニとかそういったものも人気ありますよね。まあ、前に買ったメティス、ミニ ITX のものとかで、高性能な PC とかできればいつかやってみたいです。まあ、ミニ IT ディスク作業性がちょっと悪いのであんまり触りたくないんですけどね。
そうこう話しているうちにほとんどが乾燥完了しました。で、こちら秋葉ジャンクさんで買ったものですね。ペリペリがついてたり状態すごい綺麗なんですよね。ちょっとした傷とかもついてたんですけれども、結構状態がいい大当たりだったかもしれません。ではペリペリを少し外していきまして、傷の方をさせていきたいと思います。いやー、緊張の瞬間ですね。スイッチオン。このシンクセンターの i の上のマークが光るの結構好きです。確かノートパソコンの i のマークも同じように光るような感じになってましたよね。はい、そうしましたらこちらから画面キャプチャーしたものに移ります。実はですね、センチュリー PC さんのゲーミングブランドラセンっていうところのゲーミングデバイスをもらったので、前回のラズパイ動画から使用してます。今まで直撮りだったと思うんですけれども、これで画面キャプチャーできるようになったのでかなり見やすくなったと思います。遅延もかなり少ないのでめちゃめちゃ使いやすいです。はい、そうしましたら CPU も i5-6500、 メモリーも 16GB 認識してますね。速度が2133なんですが、どうやら標準速度がこれに設定されてるみたいです。一応もともと3200のオーバークロックのメモリーなので、ちょっと後ほどいじっていきたいと思います。そしたらまずこちらですね、シデベンチ R15 の OpenGL の方を測っていきます。まあ正直な話、内蔵グラフィックなのであまり期待してないんですけどね。はい、そしたらこちらの CPU のマルチスレッドの方を測っていきます。 i5 とはいえ今は4コア8スレッドが i3 でも標準搭載になってます。それと比べるとちょっと遅めに感じるかもしれないんですが、まだまだ使えそうな感じです。結果の方は531と、今で考えると微妙な数値ですね。ただこちらはシングルスレッドも高いので、ゲーミング性能とかにしてはまだまだ使えそうなイメージです。まあこちらにグラボつけるところないんですけどね。まあそんな話ははておき、こちら省電力の T モデルがついてたものになるんですが、通常の CPU をつけても熱問題は大丈夫なのかっていうところを測っていきたいと思います。一応 OCGT で CPU の温度を測ってみました。一応10分ほど測ってみたんですけれども、温度は70度から80度前後、まあギリギリのラインではあるんですけれども、十分に運用できる範囲での温度の数値でした。省電力のものがもともとついてたんですけれども、それでなく普通に運用できるってことが証明で伝えたので良かったです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらジャンクの秋葉ジャンクスさんで買ったジャンク福袋から出てきたシンクセンターを魔改造してみました。省電力版のものとはいえ、通常のものを取り付けて特に問題なく正常できて良かったです。一応大きさの比較として前回紹介したラズパイのものと比べてみました。高さとしてはラズパイがと同じぐらい で、横はラズパイ2個分ぐらいでしょうか。まあラズパイが異常に小さいだけだと思うんですけどね。デスクトップ PC の中ではかなりコンパクトなものになるんじゃないかなと思います。ペリペリもついてる個体ではあったので、状態はとてもいいものでした。これが1万5000円の中から出てきたってことあればかなりお買い得だったと思います。もし可能であればグラフィックボードを外付けとかでやってみたいと思います。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。お疲れ様にゃー。